い、またまた神木です。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気いきましょうね。どうも、今日も来てもらいましてありがとうございます。いや、めちゃくちゃお邪魔しちゃって本当にありがとうございます。いやいや、お邪魔し合ってるんで試合が待ってます。で、まあ今日はですね、ワンピース魅力的な技がですね、めちゃくちゃあるじゃないですか。おーい、もうたくさんある。かっこいいのもあるし、そう、面白いなっていうのもたくさんあると思うんですけど、5戦ですね、たかしさんのちょっと聞いていこうかなと思います。はい、予想していいですか。いいっすよ。一個。え、ないない。ギアセカンドでしょ。どうかな。ジェットピストル入ってるんでしょ。どうかな。結構写真撮るときジェットピストルされるんで。やばい、入ってるんじゃないかなと思ってます。いや、一応、まあ、それもね、予想されるだろうなと思って、はいはい、ランキングちょっと作ってます。いろいろ考えております。はい、いろいろちょっとまあ聞いてください。わかりました。はい。そしたら行きましょうか。はい、これベスト5で。じゃあベスト5で。じゃあベスト5でいきますね。あと、あの、おまけもあります。はい、あのね、分かりました。はい、行きたいと思います。いや、これ選びきれないよな。いや、もう本当に、まあ、正直言うと本当に読んだ時に、うん、もうこのキャラかっこいいってなったら、うんうん、やっぱそこ上位に来るんですけど、はいはい、まあ一応ざっくり全体見てっていうのも含めつつ、うんうん、その旬なのも入りつつみたいな感じでございます。わかりました、楽しみです。じゃあ一体今のね、今の僕の代行。そうですね。はい、第5位行ってみましょう。はい、何でしょうか。第5位、ゾロの技で、シュシュソンソン。王道、かっこいいな。そう、かっこいいでしょ、うん、これはもうかっこいいの代名詞ぐらいの技じゃないですか。あの見開きで、あの、このゾロが一面でこう、うん、もう絶対勝てないだろうって思っちゃう。うんうんうん、だって、おにぎりの虎狩りやっても一切傷つかない。うんうん、もうマジか、こうどうやって倒すのってなった後にもうこうえぐられて、うもう脊柱もバー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 になって、うん、うわ、もうゾロ終わった。え、これ待って、ゾロだけ負けんじゃないみたいな、はいはいはい、で、最後ここまで勝ってて、うん、え、待って、ゾロどうやって勝つのってなったら、うん、あそこからの呼吸をしてる、え、なになになにですね、ゾワゾワしてゾワゾワしてからの礼を言う。なるほど、強くなる。いや、もう代名詞、かっこよすぎる。ゾロのかっこよさの代名詞のね、技の一つですよね。あそこはファーストインパクトみたいなのはそれが一番じゃないかな。本当に。でもそれこそあれがね、まあ、その覇気なのかっていうことにも、うん、今でこそ繋がってきますけど、やっぱあの時の衝撃ではありましたよね、やっぱり。鉄筋のゾロみたいな。一本で行くじゃないですか、そこ。そこがね、まだすごいわと思った。しかもワード一文字ってね。そこがね、うん、ワード杭なの片身で行くっていう、うん、そうね。そのちょっと前には鼻くそ切ってたじゃないですか。やべえ、鼻くそ切ってたんだよね。ワード一文字でね。あのギャップもいいな、ね、その後ですかね、まあいろいろ伏線がありにね、うんうん、鉄砕切れてやって、うんうん、あのね、修行してたりね、うん、してた中でのあのアラバスタ編のいろいろな伏線も復習、うん、あ、回収した技っていうのすべてをこのね、詰まってる技っていうので、うん、ちょっとやっぱシストさん好きですね。うん、はい、第5位をさせていただきました。はい、第4位、はい、お願いします。第4位ですね、はい、めちゃくちゃ旬でございます。あ、ジャンプ大丈夫ですか。いいですよ、はい、一応ジャンプの内容がありますのでお気をつけください。はい、はい、ロジャーのカムサリ。たまらん、たまらんな。これなんで今入っちゃったかというと、うん、さっき話したからかっこいいですよ、もう。いや、もうね、うん、あのロジャーって本当に描かれてなかったじゃないですか、うんうん、今まで、うん、あのどこで描かれて、まあ、ちょっと強いなって思ったのがやっぱスタンピードのバレットをドキーンってやっただけ、うんうんうん、あのなんかちょっとこんな、うんうん、あの緑の背景 で出たぐらいじゃないですか、うん、ロジャーの戦闘シーンってマジで出てなくて、うん、え、ロジャーって強いのっていう、ちょっとやっぱ子供心、少年心的に多分僕ら読者としてはあったと思うんですよね、うん、それがあのおでんをドゥーンっていう一撃でもうなんだ今のはっておでん、そうなんですよ、おでんが罰ガンモドキやってついつい座ったその瞬間にガンモドキドゥーンでもおでんがこんなになって、カタカナじゃないのがまた生きですよね。まあ、カタカナもまあありえると思うんですよ。思います。いろんなね、技あるだけど、ね、漢字なんだ、ロジャーの技っていう。でからの白ひげとガーン、うん、もう神って入ってるのがまたいいよね。いやー、まあ、もうわかんない。もうさ、ま、あれ神だから。いや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 、技見にね、あれを入れるのがすごいなと思う。いや、すごい。しかもロジャーならでは神が猿、うん、いや、ちょっともう妄想も膨らみますよね、うんうん、その技名からして。そうですよ、 D のね、そう、天敵っていうので、そう、神避けるでカムサリなのかもしれない。どういうことなんだろうって、もう、うん、あれだけでもうね、数時間考えられるぐらいのかっこよさもありつつ、かつ、まあ、武器も使えるんだみたいな、うんうん、もうありつつ、もうなんだあの覇気はみたいな、もう衝撃で、まあ、旬だったんで、かっこいいですね。まだあれしか分かってないですもんね。そうですね、技見は多分出てないと思いますね、うん、だからもう今後はだからに出んのかも分かんないじゃないですか、うんうん、もう多分今ね、おでんの話に変わってってるから、確かに、ね、今回は出ないんだろうけど、うん、でも今後ね、
まあ、また数巻後なのか我が国が終わりに出るのか分かんないけど、言ったらロジャーでも戦うシーンがなくてもいいキャラクターなんですよね。そうですね、もう多分あれでロジャーの冒険は一通りね、うんまあ、出てますから解散した後の一点は描かれると思うけど、そこ戦うかどうかって言われると分かんないんで、逆にあれが唯一の技かもしれない。かっこいいなこれ、だとしてもかっこいい、だとしたらますます妄想はかどりますよねあれはなんであの技でなんだろうね。いやもうたまんなく、もうあのジャンプでの衝撃があったんで、これちょっとね入っちゃいました。かっこいいな、かっこいい、はい、好きな、ありがとうございます。はい、第3位お願いします。はい、第3位いきたいと思います。第3位、ざんぎり餅片栗でございます。いや片栗好きなんすよ本当に。ずるいよなあれ、ずるい、もうね、うん、だってなんでこの80何巻も言ってきて、うんうん、あんなにかっこいい王道な男のキャラが書けんですかって、うんうん、そうそうそう、まずそこ、まず片栗が魅力的すぎ、うんうん、かっこよすぎ、ルフィをこう認めるキャラクターっていうね、そうそう、いなかったんですもんね、今まであんなリスペクト同士で戦うっていうのは。そう、やっぱどっちかっていうとルフィがもうなんてもう倒してくれっていう感じで、そう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 、読者的にも、うん、よしルフィ戦ってくれ、うん、この敵を倒すっていう、うんまあ、ルッチしかりね、クロコダイルしかり、うん、いろんなその仲間のために戦ってきたじゃないんですよね、うん、今回ね、ちょっとね、うん、あのカタクリとの勝負に関しては、うん、そうね、やっぱその男と男のそのバトルっていうのがまずかっこいいんですけど、うん、やっぱザンギリ持ちなんでやっぱかっこいいかというと、うん、ルフィと同じあざなのがやばくないですか。同じそのギアフォースもあのアザがこう入ってると、ザンギリ餅も同じ技なんですよね。多分小田さんがまだザンギリ餅に関しては SBS とかで明かされてないんですけど、ギアフォースに関してはあのアザ何なんですかみたいな時に、要はちょっとなんかちょっとね、ちょっとファファッとしてるんですよね。まだ描かれてないんで、あれ今後描かれるのか分かんないんですけど、おそらく武装色とその悪魔の魅力の融合のアザなんですよね、おそらくあれが。それがだからあの認め合った肩くるにもあるっていう、そのもうだからこそのあのザンギリ餅を僕ここ入ってたんですよ。好きなんですよ、あのザンギリ。しかも技自体はそんなかっこよくないんですよね、うんうんうん、なのになんであんなかっこよく見たの、うんうん、普通にジェットピストルとかそのジャケットだとかかっこいいじゃないですか、うん、でもあのなんかビヨーンってやってこのグーンって、ね、技自体はかっこよくないですけど、うんうん、でもやっぱり総じてむちゃくちゃかっこよく見えるっていう、このなんていうんですか、その片栗マジックというか餅だからね。そう冷静に餅にかっこいいって思ったことありますそうそうないですよね。ゴムでも一緒だけど、そうそうそう、それすごいな。そこのなんかギャップというか、うん、にやられてこれやっぱ入っちゃいました、うん、片栗がそもそも好きっていうのもありますけど、うん、あの技に含まれた内容とかも込み込みでもうたまんなくやっぱ好きで、ね、かっこいいって出てきてほしいですね。出てきてくれるでしょもう片栗ニーヤンはニーヤンはでも出てきたとしたら仲間寄りだと思いますよね。そうですよね、もうあそこまで行っちゃったら楽しみですね。絶対面白いもん。やばい、もうそう、もう考えただけでニヤニヤが止まんなくなっちゃいますけど、はい、ザンギリ餅でございます。はい、はい、あ2位か、はい、じゃあ2位お願いします。第2位いきたいと思います。もう第2位王道でございます。はい、エースサボ飛剣。もう、もう何ですかね、やっぱもう少年は火が好きです。あのアラバスタで飛剣が出た時のゾワってなったのはでも少年みんななんで、とんでもない鳥肌でしたよ ね、あの時は。かっこよすぎる、もうバロックワークスのうわぁ、強っ。あのスケールの技ってそんなにそこまでなかったんですよね。あの時点で本当になかったんで、まあ、であのね、ストライカーボーンっていって、うんうん、飛んで、まあ、飛ぶのもかっこいいね、なんだなんだなんだっていうのにダガーッ話してるだけでも鳥肌が立っちゃう。でしかもそれをやっぱね、兄弟のサボが、うん、もうここにもそうもありますけど、うん、が受け継いだっていう熱さもありますよね。エースもらうぞお前の技引けんの、うわー、やったよって。しかもかつ最後にあの、なんていうっけ、エースが許さぬって言って、うん、あのね、バージェスにも言うって、うん、あそこに繋がるあの秘剣かっこいい。いやもうね、本当にメラメラの実はサボが取ってくれてよかったよと思いますね。ちょっと不安になりましたもんね、あの時、うんうん、え、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、え、ルフィも、え、どうなの、うん、サボどうぞ、アキリアとかが取ったらどうしますアキリア取っちゃったらもうってなります。一回分かんないですよ、もしかしたら小田さんの、うん、あのやっぱり小田さんがすごいっていうので、もしかしたらもうアキレアがとんでもなく活躍することになるかもしれないけど、ちょっとねやっぱサボには劣ってしまいますね。そう、誰がねあのメラメラに取るんだってなって、いやりましたもん、あそこは。振り返ってみればサボしかいないですよね。サボしかいない、もうサボしかいない、あそこは素晴らしいわ。いやもうそれも含めてやっぱメラメラでどん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 そのね、うん、
かっこいい技が受け継がれていくっていうのの厚さでやっぱ剣豪かっこいいですね。だって多分やっぱやりたい技じゃないですか。やりたい、もう本当にもし自分がメラメラっていうか能力者になってやれるとしたら、あれやりたいっすよね。だからもうそれでやっぱね、かっこいいの王道でちょっと見る、はい、そうですね。結構あの技ぐらいじゃないですか。あのサボにも受け継がれてたり、ルフィにもね、お前にしたようなね、使ったりとかっていうのが技であんまりないんですよね。そうですね。それこそさっきの方より焼き餅とかね、レッドウォークとかがちょっとやっぱり似てる、まあ、そういうことですね、うん、オマージュの感じって確かにないから、やっぱそんだけかっこいいの技にも厚みがね、厚みが出てくるっていうのが楽しいところですね。俺ずっとやってられた感じで楽しすぎる。ただ1位の前にじゃちょっと番外編、番外編いきましょうか。番外編、はい、番外編はもう、はい、さっき予想されたジェットピストルです。すいません、よかった番外編って言って、いやもう言われると思ったから番外編したけど、いやもちろんもう、うん、番外編なんだけど、もう殿堂入りですね。そうですね。もう正直ジェットピストル、いやギアセカンドからのジェットピストルはギアセカンドに入った週もやばかったですもん。もうねー、続々がな、もう王道、もう王道少年漫画の、うん、あのパワーアップ、うん、そして圧倒、うん、あれはやっぱりもう忘れらんないです。忘れらんないです。僕実はもうね、ギアセカンドなんですよ。あ、待ち受けが、待ち受けが、待ち受けが、もちろんギアフォースとかも本当に好きなんですけど、うん、やっぱりね、そのまあ言ってしまえば今のルフィの基本技じゃないですか、うんうん、もうそのぐらいに、うん、まあ言うたらちょっと悟空で例えないです、うん、悟空のスーパーサイジンぐらいですね、うんうん、やっぱあのぐらいのその基本技のかっこいい技って何ですかって言ったらギアセカンドからのジェットピストル。でしかも2年後のジェットピストル僕好きなんですよ、うん、アシビストが一撃の、うんうん、あれはこの普通はこうじゃないですか、シュンってね、そう、もう当たり前の上からもうバーンってやって、うんうん、アシビストがバーンってバーンってなる。もうね、あのかっこよさはやっぱり、うん、ギアセカンドっていうのが、あの仲間を守りたいがために自分が強くなればいいんだっていう考えのもとで生み出されてるのはあれじゃないですか。仲間を失わねえために、そうそう、強い仲間は別にいらないっていう、精一杯戦う方を考えた。そうそう、たまんないっすね。あそこ、あのセリフの感じもたまんないっすよね、うん、いやもうそこでやっぱもう殿堂入りなんですよね。ギアセカンドのジェットピストルも殿堂入りなんで、一回そのくだりやってもらっていいですか。はい、いきますか。いきます。じゃあブルーノまでいきますか。はい、お願いします。ブルーノまでいいですか。狙い撃ちするつもりか、避ける隙を与えるだけだ、うん、よく狙って当ててみろ。ソルジェットピストル、もう全く見えん。ありがとうございます。これやりたいだけみたいな。やっぱあの全く見えんもね、衝撃でしょ。 うわ、だって屋敷で全然、しかも、ね、うん、3時のね、蹴りとかも一切効かなかった、うんうん、ブルーノを一撃、うん、であそこまで圧倒するっていう、しびれたんで、かっこよかったな。大好きです、ここはもう、かっこよかった。はい、ありがとうございます。たらいよいよ第1位ですね、気になるな。はい、お願いします。まあもうね、ここまで来たら大体わかるかもしれないんですけども、うん、第一、やっぱり好きな技、うん、ジェットガトリングです。たまんない、もうたまんないっすね。もうやっぱね、好きなんですよ。ルッチオ、ルッチオ出す、もうあん、なんていうんですか、あの見開き見てもらえば分かると思うんですけど、うん、こうじゃないですよね、うん、こうなんですよ。うもうだから見てないですね、そう、全てもう自分、あ、もうあの時ってルッチオ本当に満身創痍で、うん、ボロボロで、うん、気持ちでやってる感じですよね。絶対もう立ち上がれないと思うんですよ、うんうん、で、うんうん、もうでも二度と倒れねえって言って、うんうん、もうギアセカンドも解かねえって言ってるから、本当に解いてないんですよね、うん、なぜならロビンを助けるため、うん、もうあの全部仲間も込めて、しかも自分とその戦いの全ての、うん、自分の今出せる力も全てを込めた、あの前のめりのジェットガトリングがもう目もつぶってる、うんうん、しかももう録音が何回受けてんのっていう、そうそうそう、あんだけのボワーっていうね、かっこいいっすね、あそこ、あれ受けまくった後に、うん、そのね、ウソップとのあのね、うんうん、地獄寺アルミネーションもあって、うんうん、で録音が枯れて倒れそうになるんですけど、うんうん、グッてしてルッチがでっかいって焦って撤回したところにも、うんうん、ジェットガトリングでもうボコボコ、あの鉄の塊かのようなところに食い込んでいく、うん、あそこのもう見開きはとんでもなくかっこいい。すみません、あの僕さっきの動画で、はいはい、僕のワンピースの好きなところみたいな聞かれた時に、はい、空島編が一番好きって言ってたんですけど、はい、今 NS ロビー編になりました。なっちゃいました。った振り返りました。振り返っちゃいました。ルッチとの、ね、あの肉弾戦好きなんですよ。かっこいいっすよね。あんまりね、技を使わないっていうか、バシバシボコボコ戦ってる感じですね。そうそうそう、人の戦いなんですよね。ちょこちょこ技も入るんだけど、でもなんか本当にね、
王道の少年漫画のバトルっていう、うんうん、しかもあの殴った後にぶつかって、うんうん、バーンってなるんですか、あの倉庫のところで、あ、いいっすね、あそこいいっすね、あそこマジっすね、あそこフィギュア化してほしいんですよ、してほしい、刺激シリーズみたいなやつでしてほしい、たまんないっすよ、それめっちゃもう一番くじで全部引きますお金なくなっちゃうぐらい、 いやー分かります、ほんとね、ルッチの戦闘はそもそももうかっこいいし、うん、ではもうあのジェットガトリンですね、もちろんジェットガトリンもいろんなところでもね、うん、出てホークガトリンとかになってますけど、うん、あのやっぱりね、あそこでの NS ロビー編でのジェットガトリンですね、あれ勝ちたい気持ちが一番出てる技ですよね、あそこ技です、大好きです、納得のベスト5でしたね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ちょっともうめちゃくちゃ楽しい、これちょっと読みたいな、NS ロビー編あのね、ルッチがやられてる時にいろいろ思い返すじゃないですかルビーとのストーリーっていうかやばい、あのクロコダイルの時もあったんですけど、あそこ好きなんですよ、あの階層でね、階層ね、パッパッパって倒される時に出てくるとこ、うん、挟まるとこがね、たまんないですよ、いや、わかるわ、間違いなくこれ、あの終わって今日バイバイした後、読みますね移動中とか、ね、移動中に読む、ガチガチ読んでください、たまんないな、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、もういくらでもこれも喋れます、めっちゃ楽しかったな、これずっとやれちゃう、本当にかっこいいですね、どの技もかっこいい、僕あのベスト5にも入れないですけど、面白い好きな技で言うと、ラオジーですね肩こりの技名ね、技名、あれよく考えたんだけど、戦闘拳って、そうそうそう、あの当て字すごいっすよ、そうそうそう、あれはよく、あ、すごいわって思って、しかも理にかなってんじゃん、そうそうそう、でも強いじゃないですか、結構肩こり目の疲れだ節々の痛み、節々の痛みで、いや、好きです、僕もあれ、いやまたそれでも撮りたいですね、ラオジーで一歩楽しい技で、あ、楽しい技で、また撮りましょう、じゃあ今度、はい、じゃあ今日もありがとうございました、ありがとうございました、もうめちゃくちゃ楽しかったです、楽しかった、最高でした、僕もですね、あの、はい、お願いします、海賊団さんの、はい、動画に出させてもらってるんで、よかったらありがとうございました、ぜひ見てください、ぜひ見てください、よろしくお願いします、はい、じゃあですね、はい、例えばカップラーメン食べるときですね、はいはい、自分は水分を足すよって方はグッドボタンの方よろしくお願いします、まあ僕は全然ポリポリいっちゃうよっていう方はですね、低評価の方をしてもらえればなと思います、はい、じゃあ今日もありがとうございました。じゃあね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 。